楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さんが現役時代、投げやすい球場、投げにくい球場っていうのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね。球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。膝元への変化球、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田、阿波野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは阿波野、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち、さあ初球は何か。インサイド変化球決まっています。低めの変化球は決まりません。引っ張った、サード取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは柳田、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、まあ、ここはバッター狙い打ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。なるほど。さあどう来るか。打ちました、流しました、ワンバウンドヒットになりました。センターバッターは2番に入っている坂本、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は何で来るか。初球ボール、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ランナーに神経を使いながらの投球になります。さあ3球目は何か。ランナースタート、ヒットエンドラン、ショート取った、アウト、ワンアウトです。さあそしてバッターボックスには吉田が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり手に向けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。落としていきましたがこれは外れます。打ちました、ボールを拾ってダイヤ、さらにピンチになりました。ワンアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には落合が入ります。さあなおもピンチが続きます。まあ、ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですね。バッター、レフトの前、あっという間にレフトへ、サードランナーホームイン。ここはできれば三振を取った場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、セカンド掘った、ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か。2球目打ちました、ショートうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスは4番丸。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。打ちました、取りました、アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番吉田、阿波野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド決まっています。亀ギリギリです。ノーボールツーストライク。打ちました、ここはフライになっています。落合が掴んでツーアウト。バッターは6番山田、ツーアウトになっています。最初は変化球できました、ボールになります。次が2球目、インサイド落ちました、ショートの横抜けた、ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁、バッターは7番に入っている中村、ヒットでランナーを一塁、打ち上げた、最後は内野フライ掴んでアウト。